サンクトペテルブルク国立アカデミー公共音楽団は、サンクトペテルブルクを拠点とするロシアのオーケストラ。略称は、1967年に、レニングラードを拠点に活躍した指揮者、ニコライ・ラビノビチ、カール・エリアスベルクによって、レニングラード古学、現代音楽室内管弦楽団として創設された。設立当初の活動の主軸は、様々な時代の世間に、 あまりよく知られていない作品の演奏であり、国立の組織ではなかったものの、ソビエト連邦作曲家同盟レニングラード支部とは密接な関係を築き活動を行っていた。創設者の二人のほか、エドワルド・クリクルロフも指揮者陣に加わっている。初代主席指揮者には、ラビノビチが就任し、自身が亡くなる1972年まで、楽団育成に努めた。続いて、 エドワルド・セローフが主席指揮者に就任し、その指揮のもとで培われた優れたアンサンブルが認められ、ソビエト連邦国内のみならず、世界各国より招聘されるようになった。同時にメロディアへの録音も活発化する。1985年にアンサンブルの規模を室内管弦楽団から公共楽団に拡充することが決定され、国立組織としての地位も得て、 翌年から、レニングラード国立公共楽団として活動するようになる。その後、市の救命復帰に従い、サンクトペテルブルク国立公共楽団に改称さらにアカデミーの名称を許可されて、今日の名称となった。1988年よりベロセルスキー・ベロゼルスキー、宮殿のコンサートホールを主な活動拠点としている。 メロディア録音のオーザンフラワーズ録音ナクソス。サンクトペテルブルクフィルハーモニア音楽協会に属する、サンクトペテルブルク公共楽団。1969年設立の、サンクトペテルブルク国立公共楽団などとは、別団体である。参考文献のオーザンフラワーズ戦時の音楽 CD、ライナーのオツによる。ありがとうございます。